富山鎮区町富山鎮区は大韓民国富山広域市の中部に位置する区。繁華街正面を要する。区名は朝鮮王朝時代に置かれた富山鎮城に由来するが、富山鎮城跡や富山鎮駅、富山鎮市場、富山鎮消防署は本区ではなく東区に属する。北部、南西部、東南部と山に囲まれている。南側で西区、東区、 南区に隣接、東側で、連津津区、西側で、佐上区と隣り合い、北側に山を隔てて、北区、到来区がある。本区南西の3階は、富山港背後の旧徳山に連なっており、富山中心部は、山と海に挟まれた地形になっている。本区は、富山中心部から北に向かう、西の出入り口にあたり、市内、市外の交通の要衝である。 市外から富山に向かう鉄道や高架道路は、3階を避けるように、本区内を迂回しながら通過している。1914年に富山府が設置された際、本区の区域は、府外とされあずま雷群に属したが、1936年に、府内に編入された。行政区域図23行政道からなる。区長は西面に近い鎌田一堂にある。 大韓民国国家統計ポータル人口、世帯総調査人口年齢、性別人口有面度、性別外国人四軍区、2011年6月2日、閲覧、陶器上の所在地は東区保一二道であるが、富山鎮区との境界線上にある。ありがとうございます。